ご注文のカフェオレだ。ゆっくりしていってくれ。ありがとうございます。父さん、エプロン外してるけど、どこか出かけるの？いい豆が入ったと連絡が来てな。夜のバー営業までには戻る。あとは任せたぞ、アン。はーい、了解。お客さん今はこの子だけだし、ゆっくりしてきて大丈夫だよ。二人だけになっちゃった。あれ、もしかして緊張してる？え？あ、ごめんなさい。大丈夫だって、そんなに硬くならないでよ。その制服、宮園だよね。私と同い年くらいでしょう。同い年？私、高校1年生ですけど。じゃあ一緒だよ。私、上高の1年だから。1年生？私より年上だと思ってた。私、白石アン、よろしくね。あずさは小羽です。その、よろしくお願いします。白石さん、同い年なんだし、アンって呼んでよ。ねえねえ、それより私、小羽が来てくれてすごく嬉しいんだ。うちの店に来るお客さんって女の子少ないんだよね。父さんに憧れてる男の人が多くってさ。お父さんってさっきいた人ですだよね。ここのマスターさんで有名なミュージシャンだっていう。そうそう、よく知ってるね。あ、少しネットで見ただけだけど、そのこのビビッドストリートを中心に活動してた人だって。うん、それでずっと活動してたんだけど、2年前に引退してこの店始めたの。だから昔の仲間とかファンとかいっぱい来るんだ。じゃあこの間一緒に歌ってたのも？うん、あの人たちも父さんのファンのミュージシャン。よく一緒に歌おうってイベントとかにも誘ってくれるんだ。イベント？白石さん、あんちゃんってイベントに出てるの？うん、出てるよ。この辺、ライブハウスとかクラブも多いから出やすいんだ。だからすごく慣れてる感じだったんだね。あの時もすっごくかっこよかったし。あの時？ああ、この前来てくれた時？うん。私、あの時、すごくドキドキしたの。それで、もう一回聞けたらいいなって。そっか、それでわざわざ来てくれたんだね。そういうことなら、今歌おっか。え？あ、今は前みたいにマイクリレーできないから、とりあえず私だけで歌うね。え？どうしよう、まだ心の準備が。イエーイ！やっぱり動画と全然違う。すっごくドキドキして。やっぱりかっこいい。どうだった？ん？すっごくかっこよかったよ。ありがとう、あんちゃん。特にあのアレンジのところが、あそこの「ふーん」ってところとか「ふーん」ってところとか、あとは最後の。もしかして小羽歌えるの？え？っていうか、ちょっと歌ってみない？今聞いた感じ歌詞も覚えてそうだし。はい、マイク。え、ちょっと、ま、私、こんなところで歌ったりできないよ。お願い、小羽の歌聞いてみたくって。大丈夫、小羽ならきっとかっこよく歌えるよ。少しだけなら大丈夫だけど。でも、笑わないでね。もちろん。やっぱりこの子。一
リズムはまだ甘いし、体の芯から乗り切れてない。でもこの声、柔らかいのに響いて伸びて、しかもそれだけじゃない、ただ一緒に歌ってみたいって思わされる。すごい気持ちよかった。見つけた、やっと見つけた。ねえ小羽、私と組もう。私と組んで一緒に最高のイベントをやろうよ。えー、